乳鉢故障の実をすりつぶすところ目ウの,の乳鉢乳鉢は、個体を粉砕、または混和するために使用する鉢である。乳棒とともに使用される。世界各地で古代から使われており、食品の加工や調剤、実験器具として用いられる。化学実験などで主役を粉砕するなど、比較的高度が低い資料を調整する場合には、磁性、ガラス製の乳鉢と乳棒が使用される。 これら磁性、ガラス製の乳鉢と乳棒は、粉砕に使用される面は素面に仕上げられており、乳棒で飼料を圧作粉砕するのに回転を加えるので飼料が逃げ、硬いようになっている。一方、鉱物など硬い飼料を粉砕する際には、ステンレス、メノー、またはアランダム製の乳鉢が使用されるが、これらの乳鉢、乳棒の面は平滑に加工されており、 主に資料を打ち付けることで粉砕するので、深鉢になっているものも多い。混合を目的として、乳鉢を用いる場合、乳鉢を手に持ち、乳棒ではなく、乳鉢を動かしてすると、よく混ざる。食品加工などに用いられる雷回器は、乳鉢の原理を応用した機械で麻イと圧縮によって、粉砕やコンネリを行う。薄に1から3本の鉢棒を上部から、 差し込みバチメントの摩擦で原料を噛み込みすりつぶす。ありがとうございます。